斉藤義孝さん、はい。立憲民主社民の斉藤義孝です。今日もよろしくお願いいたします。えっと。私まずですね。あの初めに、えー。今コロナ禍の中で、えー、各地域の学校、あのまあ、運営上さまざま、あの厳しい状況の中にあるというふうに思っていますけれど。まあ、基本的なですね。考え方というか、構えを。 確認をしたいんです、えっと、まず、この学校休校、えーまあ、昨年あのご案内のように、ですね、えー、安倍総理の,あの休校要請によって、まあ、長期間にわたって全国ほぼすべての学校で休校がなされたという状況がありました、まあ、現在も緊急事態宣言やあのまん延防止の措置を受けてですね、 あのこの学校休校、現実的にはまだあの全面的に休校に至っているという状況は、一部を除いてないというふうに思っておりますけれども、一部、市などではですねあの一斉休校にまあ言及をするまあ首長さんもいらっしゃるし、大阪などはまあオンライン併用で,ですねあの今、教育が行われていると、このように認識をしています。まず冒頭ですね大臣ににこの学校校一斉休校に対するあの基本的な考え方を お聞きをしたいいと思います萩生田文部科学大臣、えー、学校の臨時休業は、地域の感染状況を踏まえ、学校の設置者において判断するものですが、地域一斉の臨時休業については、学びの保障や子どもたちの心身への影響、また子どもを持つ医療従事者が仕事を休まざるをえなくなるなどの観点も考慮する必要があると考えますすそのため真ににに必要な場合に限定し慎重に判断すべきと考えます。 緊急事態宣言の対象地域等においては、感染症への警戒度を高めることが重要であり、感染リスクの高い教育活動を一時的に制限するなど、感染症対策のさらなる徹底を図っていただきたいと考えています。また、緊急事態宣言の対象地域以外の地域においても、感染症への危機意識を共有し、すべての関係者が当事者意識を持って対策を徹底していただきたいと考えています。文科省としても、緊急事態宣言の対象となっている都道府県、 教育委員会等とも連携を強化し、必要な支援を進めてまいりたいと思います。斉藤義孝さん。はい。えさ、っ、ん、と。これ、そもそもです、ね、公立小中高等学校の、まあ、例えばが学校を休校するとか、えー、オンラインにするとか、これは一体誰にです、ね、そのことを決める、な、ま、ん、あ、というか、能というかがあるんでしょうか。<上>滝本初等中等教育局長。 学校の臨時休業は、地域の感染状況を踏まえまして、学校の設置者において判断をするものでございます。特に地域一斉の臨時休業については、学びの保障や子どもたちの心身への影響、あるいは子どもを持つ医療従事者が仕事を休まざるを得なくなることなどの観点も考慮する必要があると考えますすそのため文部科学省ととししてては真ににに必要な場合に限定し慎重に判断をすべきと考えております。 文部科学省としては、各学校の設置者と連携を強化し、学校における感染症対策を支援してまいりたいと考えております斉藤義孝さん学校の設置者というのは、これは一義的に、その市町村の首長ですか竹本局長学校の設置者そのものについてはですね。 これはあの今、先生お尋ねの公立学校については、地方公共団体になります、あの小中学校であれば市町村が設置者でございます。えー、このことについては、学校教育法上も、ですねあの学校設置できるのはあの国、地方公共団体、ないしはあの学校法人ということに定められておりますので、設置者としてはえ公立の小中学校でいえば市町村ということになります。 斉藤義孝さんいやわ私ね、お伺いしたいのは、これはその学校を設置した市町村のいわゆる市町村長が、そのことを決める権限があるのかということをお聞きをしています滝本局長。お答え申し上げます。えー、学校保健法に基づく臨時休業については、これは設置者が定めると、まあ、設置者が判断,をする判断をして臨時休業をすることができるという定めになっております。でこの 設置者についてということでのご質問だと思いますけれども、具体の,あの事務処理としては、教育委員会に事務具体の事務処理は下りているということになります斉藤義孝さんあの。ここね、ちょっとすごく重要なところなんですね、あの私ね、教育行政における執行権限というのは、教育委員会なんですよ、首長じゃないんですよ、あのこれ、地協業法の趣旨でしょ、これが。 あのこれをやっぱり文科省さんもっと認識をしていただかないとあの、大変大きな間違いを犯すことになってしまうんではないかなと思う、思2017年のです、ね、地教業法の,あの、まあ、改正のうりに、私はの、これ、与野党協議の野党側の,あの代表者で、いろいろ協議をさせていただいたんですけど、この時にあに、いわゆる新教育庁制度が導入されて、 まあ教育の政治的中立とか、あのまあ、継続性、独立性とか、あとレイマンコントロールとかですね、こういう趣旨があの非常に、えー、私は明確になったと思ってるんです。で、首長さんはもちろん、あの首長さんの役割があって、例えば予算編成とか、それからあの対抗を決めるとかですね、いわゆる、それから総合決める。 教育会議で協議をするとかですね、こういうですね役割が明確になったんですよで、えー、例えば今申し上げた総合教育会議が新設をされたけれども、この会議で扱うべき内容は、まあ、子どもの,の身体の保護等を緊急に講ずべき内容なども令状されてて、 これはま当時はですねいじめ問題とかそういったことを念頭においてこういうものが凌時をされたというふうにあの認識をしているんですね。先ほど申し上げた休校をどうするとかそれからあの何ていうか、えー、リモートでの授業をどうするとかっていうことを最終的に決定をして執行する権限は。 教育委員会にあるもちろんその教育委員会が決まるにあたって、決めるにあたって、首長さんの意見が先ほど申し上げた総合教育会議などで反映をされてですね、決まってくるというのが、本当の姿なんですね。例えば去年の一斉休校は、こういうようなプロセスを踏んで、きちんと法的にですね、正しい形で休校がなされたのかどうか、僕ね、こういうことをきちんと把握をして、 促すのが文科省の仕事だと思うんですが、いかがですか、局長。滝本局長お答え申し上げます。あのご指摘の点あの,えのうちです、ねあの、地球情法との関連についての言及あの、いただきましたけれども、その部分は、えっと、その改正の経緯等についてはその通りだと思っております。なお この新型コロナウイルス感染症に関して言いますと別の要素がございまして新型インフルエンザ対策等対策特別措置法の中でですね緊急事態宣言区域においては市町村の町も教育委員会に対して感染対策上必要な要請をすることができるという法的権限を与えられている部分もございますのでしかしながら あの先ほど、学校、ちょっと法律名訂正するかもしれません学校保険安全法に基づく臨時休業で定めているところの設置者が臨時休業を行うことができるということについての具体的な事務処理、運営管理にかかるあの権限としては、教育委員会にございますので、新型特措法とも合わせ、両者があ学校現場の 状況も十分踏まえながら、しっかりと連携をして判断をしていただく必要があると考えております斎藤義孝さん。そういうケース、これからもあると思うんですけれど、まあ、首長さんが、まあ、いろんな状況の中ではあのいろんな思いを持たれて、ですね、まあ、いろんな発言をされるけれど、まあ、基本的にはですねあの首,首長さんの一存で決めるようなことではないんですよ、こういったことは。 あの現場の実態を踏まえて教育委員会で首長も含めてですねあの議論をされてでみんなで決めることなんです、なのにどこかでどこかの首長さんが、まあ、うちはもう一斉休校するとかですねそんなことを報道で発表してあのそのように進んでいくなんてことは本来あるべき姿ではないと思うんですね。ここういういととろはやっぱきちきちっと私は あのしていくべきだそのために新しい教育庁制度を作って、新教育庁に教育委員長も教育長も兼ねるような大きな権限を与えたわけですから、そこをですねぜひあの今後、まあ、いろんな局面がこのコロナ禍で出てくると思いますが、ぜひあの文科省の皆さんには、ですねそこの大筋のところを踏まえていただきたいなというふうに、あのこれはちょっと要望をさせていただきたいというふうに思います。えっと、じゃあちょっと別件であの 昨年4月にです、ね、あの施行されました改正給特法の状況について、お伺いをしたいと思います。えーっとまあ、これはご案内のように、一昨年度にあのいろんな形で審議をしてです、ね、この学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針にま格上げをしたと、まあ、こういう法改正であったんですけれど、えー 昨年、2020年度に各都道府県政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月45時間年360時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと来てたわけです。これがまあ言えばすべての前提条件であったというふうに思いますが、文科省もこの条例とか規則の制定に向けて、 かなり強力に働きかけをされていらっしゃったと認識をしていますけれども2020年度中にすべての都道府県政令市においてえ条例が制定をされたということでよろしいでしょうか滝本局長お答えを申し上げますえ改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして 都道府県および政令市に対して、副務監督、保県者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市および市区町村に対して、上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。このののうち令和2年9月現在の条例の制定状況を調査した 学校の働き方改革のための取り組み状況調査によりますると、条例を整備済み、あるいは2年度中に、令和2年度中に整備予定とした、えー、都道府県については、えー、83%、政令市は100%となっているところでございます斎藤義孝さん。いやそれで、えっとまあ、その局長の答弁は前も聞いたんですけど、えっと、今現在でもう全部、えー、条例が制定をされていると。 こういうことですか。滝本局長。お答え申し上げます。えっ、ー、と、代表質疑です。そのことについての確認は取れておりません。すみません。斉藤吉高さん。えっと、市町村教育委員会の規則等のあの制定の状況は何らか把握をされて見えるのでしょうか。よしあ滝本局長。 はい、これも同じく学校の働き方改革のための取り組み状況調査の中の結果でございますけれども、えー、昨年9月時点で指針を踏まえて上限方針を位置づける教育委員会規則等を整備済み、あるいは2年度中に整備予定とした市区町村は、となっております,以上です斉藤義孝さん。 いやあの法案審議のときのです、ねまあ、いろんなやり取りをさせていただいて、まああの、いろんな前提条件も含めて議論をさせていただいたんですけど、今、局長がおっしゃった状況というのは、あのときにです、ね、文科省さんがあのご答弁の中で、ですねあるべき姿として、えー、言われていた姿とちょっと違うんじゃないですかね。私のの認識はあの2020年度中にこの 法の施行を受けて、すべての政令市、えー、それから都道府県で条例が制定をされて、でその上で、すべての,あの市町の教育委員会で規則が制定をされて、現場がそれに基づいて、さっき先ほど申し上げた45時間、360時間という上限を、ですね法的根拠を持ったこの上限をしっかり守るように、えー、努力をしていると、こういう姿が当然、今現在。 ある,あるはずだった、あるはずだったと思っていますけれども、今、例えば規則の話をあのお聞きをしても60数、六十数ということですし、うん、やっぱこれは働き方改革が進んでいないと、こういうような認識をまあ我々はすべきなんですかね、いかがでしょうか滝本局長。お答え申し上げます。えーっと 条例の方については、先ほどもちょっと触れたかもしれませんが、政令市については、すでに100%パあのその、その調査の時点で100%という予定となっておりました、また規則についても、あの先ほど、えー、68.4%と申し上げましたが、残りの31.6%も整備について検討中であるということで,です、ねあの、準備状況がまあ遅れていたというのが私どもの認識でございまして、鋭意、あの整備に向けてあの努力をされていると。 いいう認識でございます斉藤義孝さんあのあの時の議事録を今、改めていろいろ読んでるんですけど、あの例えばね、えー、これはあの大臣からも、文科省の,あの局長さんからもですね、3年後の勤務実態調査はもう待たないと、待たない、えー、毎年状況把握をして、細かくデータ化をして、今後の大きな給特法改正の方向性も踏まえ、 含めて文科省内で議論をしていくんだと、えー、いうことをおっしゃってたんですよ、で20年度の状況を当然、えー、何らかの形で、まあ、この答弁の通りだとすると、20年度も21年度も、えー、法が施行された状況を細,細やかに何らかの方法で把握をしてです、ね、で、えー、毎年、毎年データ化して状況把握をして、議論をしていくと、こういうご答弁されてるんですよ。 これは、えー、こういう把握をされているんですか、何らかの方法で。吉本あし滝局長はいお答え申し上げます。えー 学校の働き方改革のための取り組み状況調査は、毎年行うもので、行う予定としておるものでございまして、本年度についても行う予定としておりますので、先ほど申し上げたのは、昨年、取りまとめたデータでございますが、本年度についても当然ながら、調査をし、把握をさせていただきたいと思います。先ほどご紹介した市町村の規則についてもですね、 えー、制定に向けて検討中ということが3約31%でございましたので、そちらについてもしっかりとフォローアップをして、ですねあの制定に向けたああ指導をあのしてまいりたいと思っております斉藤義孝さん。あの私、えっとまあ、昨年度はコロナ感染症の影響もあって、ですね、まあ、言ってみれば平時ではなくて非常時というような。まああの 雰囲気が非常に強くてですね学校の一斉休校もあったし部活動もまあ,ある程度ですね制限をされていたしそからあのまあその後の感染防止対策のいろんなあの取り組みだとか、えー、授業時間確保のための対応とかですね通常の年ではないような状況が学校の中にあったこれはもう事実だと思いますしかしですね話をいろいろ聞いていると昨年は 平時ではなかったので、あのこの新たな法の施行はされたけれども、この上限の,あの規制っていうのは、ですねなかなかあの状況の中では守ることが難しいなと、こんなようなですね雰囲気がなんか全体にあって、なんかこの、うん、給特法の改正されたこの法的根拠自身自体が、ですね非常に軽んじられたようなあの状況があったんではないかなと。 いうふうふに思ってるんですねこの,とこのことについての文科省さんとしての認識はいかがですか竹本局長今、委員からご指摘のあった学校現場におきましては、ですねコロナウイルス感染症対策の観点で、まあ、正直あの、昨年度が働き方改革元年ということで、ですね学校における働き方改革を鋭意、取り進めていただくべく、まあ あの予算的なご支援もいただきつつ学校現場でもご努力いただこうと思ってたやさきの特別な状況があったのは間違いないと思っております、まあ、しかしながらあのだからといってあの改正していただいた給特法あるいはこれに関わるさまざまな制度改正についてですねないがしろにしていいというものではございませんので私どもとしては引き続き働き方改革を進めていただくための当然あの各自治体で え整備をいただくべきあの条例規則等についても引き続き働きかけてまいりたいと思いますしそのような雰囲気が全くなかったかというと学校現場の状況からするとですねあのそうしたご指摘の一部当たる部分はあろうかと思いますが文部科学省としては先生方の,あの教師の方々の働き方改革に向けた さまざまな支援とともに、ですねご指摘の点についても、引き続きしっかりとフォローアップをして、働きかけをさせていただきたいと思っております斎藤義隆さん。さらにあのちょっと申し上げると、これも法案審議の際のやり取りで、私はいくどもいくども確認をさせていただいたことがあるんですけれども、その一つに、変形労働制の導入があるんですね。 それでこのやり取りはどういうやり取りが主だったかというと昨年度の時間外労働規制の遵守これがまず前提としてあってその上で変形労働の導入をですね今年度中に各自治体が定めていくと、まあ、今年度中というか今年度中の実施なので昨年度中にですね条例等を 制定をして、変形労働制の導入について検討していくと、まあ、こういうことだったと思うんです、それでこれは、時間外労働規制の遵守がなされていなければ、この変形労働の導入時期の再検討、あるいは導入しないことなどの措置を取ることが当然であると、こういうように文科省さんは答弁をなされているわけですよ。 昨年度中にこれ、変形労働の条例を改正をして、今年からですね、導入をする自治体、都道府県政令市は、今分かっているだけでいくつあるんでしょうか滝本局長。お答えを申し上げます。各地方公共団体の判断により、条例で1年単位の変形労働時間制について活用できるようにした改正 法の関係規定については、この4月から施行されたところでございますが、文部科学省において把握しているところでは、都道府県、指定都市のうち8道県、8つの道と県,県において、本制度に関する条例を制定していると承知をしているところでございます。斉藤由 はい、そのじゃあ八道府県はあの先ほどからあの私述べています、あの時間外労働時間の上限規制は遵守をされていると、その上でえそのような変形労働制が導入されるとこういうことですね。滝本局長、改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理に関する指針においては。 一年単位の変形労働時間制を適用するにあたってはご指摘のとおり上限時間の範囲内であることが前提であることあるいはこの制度の適用後も対象期間において上限時間の範囲内であること等を求めているところでございますまたこの指針におきましては副務監督教育委員会あるいは校長に対してこの制度を適用するにあたって タイムカードによる記録等の客観的な方法等による在庫等時間の把握や、長期休業期間における業務量の縮減を図ること等についても、併せて求めてお願いをしているところでございますので、こうした背景からすると、そう理解をしているところでございます斉藤義隆さん。はい、私ははそうは思まませせんあの今ちょっと資料ももご用意させていたただきましたけれども 例えば資料1を見ていただくと、えー、条例規則で定められた1か月当たりの学校内での、まあ、いわゆる在校等時間の時間外の部分ですね、えー、上限とされている45時間を超える主観教諭、教諭の割合を、これはあの、えっと、一斉休校明けの状況なんですけれども、NPO 法人の調査、結構大きいですよ、935名対象に行った調査でいうと、 もう45時間を超えるというのが62%もあるんですよ。全く守られていないんですね、現実的には。えー、こういう状況であるにもかかわらず、今あのおっしゃっていただいたように、えー、これが守ることが前提のはずの変形労働時間が、労働制がですね、あの各自治体であ制定が進んでいるわけです。でおそそらく今年度中にそれを 条例制定をして、導入をしていこうという都道府県もかなりあるんだろうと、報道ではさらに12県がですねそういった検討している旨の報道も目にしましたし、これは約束が違うんじゃないですか、あの今一度、この上限の規定をですねしっかり遵守をする、その上で、この変形労働時間制の導入の 是非についてですね議論をしていくように私は文科省から各自治体にきちんとですね議論を促すような何らかの働きかけをすべきだと思いますいかがでしょうか滝本局長、えー、お答え申し上げます学校現場の教員の方々の働き方改革を進めていくという決意については私どもも一緒でございますのであの。 この935のデータは、一つのデータとして参考にさせていただきつつ、現場の働き方改革が少しでも進むような方向で、改正いただいた給特法の趣旨がきちんと守られるように、私どもとしてもです、ね、あの教育委員会を通じて、働きかけについてはさせていただきたいと思っております斉藤義孝さん。 あのこれ、本当に気をつけないと、こういう状況の中で変形労働だけ先行して導入していくと、ですね長時間労働が固定化していくんですよで、しかもそれはいいということになってしまうんですね、法的に、45時間でなくてもいいみたいな、ですねそんなあの間違ったあの、まあ、考え方というのがもう当たり前になっていってしまって、もう今以上に本当に健康を害するようなですね教職員が増えていくことになりかねない。だから 市町の教育委員会はですねあの少しでも早く変形労働を導入したいんですよ、導入したい、そして時間外勤務そのものを減らしたいという思いがあるんですね、この4月、5月も含めてですけど、まあ、これだと何のためのこの変形労働制の導入なのか、これ、そもそも夏の長期休業中とかに先生たちがもうまあゆっくりしてもらうというか。 まあそういういことメリハリをつけたもう勤務をですねるということでおっしゃってたわけじゃないですか、あの必ずしもそうではなくて、長時間労働をまあ半ばですね容認するための,あの新たな制度みたいなふうに受け止められてしまっている、まあ、このことは本当に不幸なことだなというふうに思いますので、この実態について、ですねぜひあのご認識を、まあ、ぜひお持ちをされていると思いますが、 さらに新たに持っていただきたいということとそれからあのもう1点ですね、えー、資料の2の方をご覧いただくといわゆる教員というのもいろんな役割の方がいらっしゃってどの方の,まあこの勤務時間というか勤務労働条件が過酷になっているかというのをちょっと調べますとね、まあ、これなんかを見るとよく分かるんですがこう 校長はいいですあの同じ管理,管理的な立場にある方でも、教頭とか副校長という方の、えー、いわゆる時間外勤務というのが本当に増えているんですね、これを見ると、まあ、これはですねあの持ち帰りも含めてということでありますけれども、70%の教頭とか副校長が過労死ラインを超えて働いていると、こういう実態が出てきています。えっと、これは これもね、あの島津の教育委員会によってちょっと考え方がちょっと間違ってるというか、教頭とかね、校長は管理職だから、どれだけ時間が働いてもいいんだと、こんなような認識もですね、一部にこういう間違った認識がある。同期法と給特法がもうと取り違えられていてですね、これは全く違うんですね。給特法上で言えば校長だろうが教頭だろうが副校長だろうが主管教諭だろうが みんなその適用を受けるんです、その上で45時間、360時間というものの上限の対象になるんですね、ところがそれがもう全く守られていない、一般の職員の労働時間を短縮するために、こういう管理的な立場にある職員に、一部の職員に過剰な負担がいってる、こういう状況はある程度認識はされていらっしゃるんですか。滝本局長 お答え申し上げます。えー、校,あの校長先生はあ元よりではございますけれども、とりわけ学校の副校長や教頭お先生の立場において、ですね、あの極めてあの過重なあの業務があ及んでいるのではないかという声は、私自身も耳にしますので、あのそうした声とこのデータは、あそれなりに符合するものだと思ってはおります。 ただだからといってあの、管理職だからといって、あの給特法の今回の改正いただいた上限規制その他をしっかりと守っていただく必要がございますので、えー、と引き続きですね働き方改革に向けた働きかけについては、あの努力を務めさせていただきたいと思います斉藤義隆さん、はいあの。やっぱり管理職が一般の職員の、えー、と在庫等時間を管理する。 これは当然です。ところが、校長先生や教頭先生になると、ですね一体誰がこの方々の在校当事間を管理するのかというと、まあ、自分で管理するわけですよ。でなかなか、ですね正しい把握も対外的にもできないし、そうすると、これ、そのことによって、例えば仮に過労死なんてことが起きると、まあ、この責任はおそらく教育委員会にあるというふうに思いますけれども、こういったことも含めて、ですねなんかこう、老基法と、 旧特保というものの、取り違えみたいな。一般的な考え方が現場にまはびこっているので、こういったこともあの、やっぱり是正を我々も含めてですね。していかなきゃいけないなと思います。それであのこれ、ちょっと話は変わるんですけど、えっと例えばですね。今、文科省さんが一生懸命拡充をしようとしている。コミュニティスクール学校運営協議会えっとこれの？ すみません全国的なあの実施状況というのは、今、どのようになっているんでしょうか。吉本総合教育政策局長お答えいたします、コミュニティスクール学校運営教育会制度でございますけれども、この制度につきましては、保護者や地域住民等が目標や課題を共有して、学校運営に参画する取り組みでございます。全国の公立学学学校校校すなわち幼稚園小学校中学校 義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校を含めた学校の中でのコミュニティスクールの導入の率でございますけれども、令和2年7月1日現在では 27.、27.2%、9788校でございまして、学校運営教育会の設置が努力義務となりました、平成29年度と比べますと、約2.5倍になっておりますけれども、率としては3割弱ということでございます。 導入の県によってもばらつきがございまして、都道府県別の導入率としましては、全校種におきまして、和歌山県が96.1%、山口県が94.1%である一方、導入率が10%未満の県も8県、やはり地域差があるところでございます。さらに、学校種別ごとの導入率でございますけれども、小学校、中学校、義務教育小学校では30.1%に対しまして、 高等学校、中等教育学校では18.8%でございまして、学校種においても差があるところでございます。文科省においては、すべての公立学校で義務教、コミュニティスクールの導入を目指して、引き続き必要な支援に取り組んでまいりたいと存じます斉藤義孝さん。はいあのまあ、これ、ちょっと一例ですけど、あの先ほど管理的な立場にある職員のですね過重な負担というのを申し上げましたけれど、コミュニティスクール自体は、 今、局長おっしゃっていただいたように、非常に制度としてはです、ね、メリットが大きいと思います。あのまあ、地域との連携という意味で、地域人材の活用とかですね、そういった意味で。ところがですね、一体誰が運営を担っているかというと、結局、学校なんですよ。で、コーディネーター的な役割を、まあ、しなければいけないのは学校の職員で。 それも多くが先ほど申し上げた教頭先生とかですね校長先生とか一部のまあ主任クラスの先生とかこういった方々にあの非常に大きな負担がいっている例えば学校運営協議会の会議開こうと思ったって平日の勤務時間内にはできませんよ、ほとんど例えば7時から会議をしましょうってじゃあ誰がそこにあの同席をするんですか。その会,会議が終わるまで 学校の職員誰かいないといけないななとけですね、まあ、教頭先生が出席をしたりするし、土曜日、日曜日にこういうあの、えー、催しというかあの、会議が行われることも多いし、計画も学校が立てるし、印刷物の印刷も学校がするし、えーっとまあ、何が申し上げたいかというと、そんなにね、全国でやりたければ、このコミュニティスクールを。 条件整備をすべきじゃないですか、地域連携教担当教員を配置するとか、あるいは非常勤でもいいので、これの専任のコーディネーターを導入をした学校には配置をするとか、そういうことをしないと、全国的な展開は無理ですよ、一部に負担がいくだけ、ですから、あの金も出さず、人も出さずですね。 これはメリットがあるので、この制度を進めましょうなんていうもう考え方はやめていただきたいんです、だからいいんです、いい制度なので、であれば、コーディネーター役、それを担うですねきちんとした人材をすべての学校に配置をしてください、こういうような基本的な考えに私は立っていただかないと、まあ、いろんなところからいろんなこ,のこういう政策に対しての負担が現場に行ってしまう、いかがですか、このこと。 吉本局長お答えいたしますコミュニティスクールをま推進する課題としましてはま特に続けていく上におきましては校長や関係者の十分な理解とともに委員ですとかあるいはコーディネーターのある人材をちゃんと確保するということが課題として挙げているというころでございます学校における働き会館の実現に向けては保護者や地域住民等との適切な役割分担を進める上でコミュニティスクールの枠組みを活用して 学校が保護者や地域住民等との教育目標や課題を共有しまして、その理解、協力を得ながら進むことが重要であることはご本持たないところでございます。その上で、学校や地域の実情を踏まえて、これまで学校や教師が担ってきた業務の一部を地域や保護者が分担することが適当と判断された場合には、 地域学校共同活動推進委員を中心とに、ボランティアの発掘ですとか、連絡調整を組織的、継続的に進めることが重要でございます、まあ、こうした意味で、えー、学校における働き改革の実現に向けては、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的な推進が深い欠でございまして、今後とも必要な支援に取り組んでまいりたいと存じます斉藤義孝さん。えあのまあ、ちょっとと中身と全然答弁が違いますけれどあのもう いいですここまでにしておきます、ちょっと他のことも聞きたいので、このことはまた改めて、ですね、えー、この委員会で議論したいというふうに思います。最後にあの文化芸術の支援について、ですね1点だけお伺いをしたいあの、ミニシアターの支援なんです、えっと、まん延防止措置中は、まあ、コロナによる時短営業要請の対象とはなっていないんですが、まあ、時短営業に応じているところが多かったというふうに認識をしています。飲食店でではないので あの感染症対応の地方創生臨時交付金の支給対象とはなっていないということですけど、大手の,あの映画館などは、ですねあのポップコーンや飲み物販売などで飲食店の登録をしているところが多いので、こういったところはあの対象になっているということなんですけど、ミニシアターの類はですは、このようなあの状況ではない、登録もしていない。これミニシアターーってレートショー というまあ遅い時間帯のですね上映等が、売上の実は4分の1程度を占めていて、中心なんです。あのところが、時短などでなかなか夜の営業がしづらくて、先日も渋谷のミニシアターが、有名ミニシアターが5月いっぱいで閉館と、こういうことにもなっています。これ緊急事態宣言が出て、平方メートル以下のですね店舗、休業要請対象外なので、営業を行ってもいいんですけれど、 まあこれ世間からバッシングを受ける可能性もあるので、まあ、実質的には休業をしたり、まあ、座席数を減らしてですねあの時短営業をしたりとあるいは、レートショーを中止をすると、まあ、こういったことを強いられているこうした事業者の支援事業継続の仕組みをですね構築しないとこういう文化が消えていってしまいますあのこのことはもう由々しきあの事態だと思っていて、えっとまあ、1日 要請に応じれば2万円の支給とかですね、香典じゃないんですからあの、本当にそういうような指摘もされているような状況で、やっぱりあのここの支援がですね今、急務じゃないかなと思いますが、この点についていかがでしょうか。文化庁矢野次長お答え申し上げます今あの 委員ご指摘のなになったようなです、ね、実態にあるというふうに私ども考えておりまして、えー、実際休業されているところ時短営業されているところあるいはあ、まあ、8時まで、えー、そうですね8時までの時短営業されているところ、えー、大阪は通常通り営業といったところが多いようです、まあ、そういったような実態にございますがこのミニシアターも含めた文化施設の皆様が徹底した感染対策に努めながら 文化芸術の灯火を絶や,さぬ絶やさぬように取り組んでこられたと深く敬意を表したいと思いますが文化庁におきましてミニシアターが事業継続のために活用可能な支援として第3次補正予算におきまして文化芸術関係団体が感染対策を十分に実施した上で行う積極的な公演への総額250億円の支援 文化施設における感染防止対策等における整備等への約50億円の支援を行うこととしております。こうした支援策を速やかに確実に実行して、現下の厳しい状況を乗り越え、映画、舞台芸術、音楽等の文化芸術活動をしっかりと継続発展していただけるよう全力で取り組んんでままいります斉藤芳孝さん、はい、もうちょっと時間になっちゃって、ごめんなさい、まあ、今も答弁にあった積極的な活動とかですね。 あのこういうのもね、じゃあ、具体的に一体何があるのかということなんですね、そういったところがやっぱり明確でないものだから、具体的な支援ができないので、まあ、このことについても引き続き議論させていただきたいと思います。ちょっと大,大臣にいろいろお聞きをしたかったんですけど、あのまあ時間が来ましたので、また次回にあの譲りたいというふうに思います。じゃあ以上ですありがとうございました 佐々木さん